んにちは。美人館のドリームテクニックについてお話しさせていただきます。皆さんはご自身がスタイリングが得意だと思っていらっしゃいますか？おそらくですけれども、どちらかというと苦手という方の方が多いと思います。それは器用とか不器用とかそういうんじゃないんですね。人の髪の毛というのはこういうふうにもし生えていたら問題なく簡単にスタイリングができるんですね。けれども残念なことに、人の髪の毛というのはこんなふうにつむじを中心にあっちへ行ったりこっちへ来たり、いろんな方向に生えています。それに頭蓋骨の形もあります。こんな綺麗な頭骨の形はしていないんですね。そういういろんな原因、あと髪の毛の質、硬い太い多い、そういういろんな質の問題からいろんな方向に生えちゃってて やりにくいということがあります。で、美人館のドリームテクニックは実はこれ2つ、この道具をこれだけ使って薬も使わずに髪の毛の本来の生え癖をこんな風に矯正していく、5ミリ間隔でいじっていく、そういう特殊な技術なんですね。ではビフォーアフターをご覧くださいませ。いかがでしたか？あなたの悩み解決できそうですか？解決できそうだなと思った方はぜひ美人館にご来店ください。ご清聴ありがとうございました。